AI が皆さんの画像を分析して全く同じ人物を作り出すとしたら、皆さんは信じられますか？約730億の資金調達に成功し、生成 AI 業界で最も成長が早いヒクスフィールドは、革新的な技術と驚異的な一貫性で常に SNS で話題を呼んでいます。ヒクスフィールドの特徴は3つあります。ずば抜けたリアリティと一貫性、そして細かいところを修正できるところが魅力です。操作がとってもシンプルで、初心者でも直感的に使いこなせます。今回の動画を見れば、ヒクスフィールドの基本的な使い方から実践を通して分かった活用方法、そして先ほど見せた映像の制作過程を紹介します。この動画を最後まで見た皆さんは、ヒクスフィールドをまるでおもちゃで遊ぶような感覚で使いこなせると思います。多分ね。まず概要欄のリンクからヒクスフィールドに入ります。メイン画面を見ると、ユーザーが使いやすいように SNS で話題になっている動画のテンプレートと画像のテンプレートが用意されています。試しにこのアヘ顔のテンプレートを使ってみます。下をスクロールしてみると、他のサンプル動画も確認できます。ジェネレートをクリックします。失礼しました。次はヒクスフィールドの写真テンプレートを見てみます。ヒクスフィールドソウルは写真モデルの名前です。イメージをクリックしてクリエイトイメージを選択すると、下に写真生成できるメニューがあります。ソウルの方をクリックしてみると、 Google のナノバナナからシードリム、FLUX、GPT などのモデルがあります。この中でソウルモデルがリアルに特化していて、多くのユーザーから評価を得ています。他の生成 AI モデルと比べても、リアリティがいかに優れてるか分かると思います。右のキャラクターの機能は、同じ人物で写真を作りたい時に使う機能です。すでにデフォルトで入っている人物もありますが、自分の写真で架空クローンを作ることもできるし、 AI ビジョンを作って遊ぶこともできます。作り方は簡単です。 Create New を選択して、真ん中にあるボタンをクリックします。アップロードイメージを選択して、いろんなアングルと表情で撮った写真を30枚以上添付してあげます。正面横バージョンで撮影して、プラスで全身が写ってる写真も添付してあげました。時間が経つとこのように出てきます。サムネ写真はランダムに作られるのでどうしようもないですが、名前を変更したい場合はリユーズデータセットをクリックして、ここで名前を修正する感じです。もちろん追加で写真を添付することもできます。キャラクター設定が終わったら、次は隣のメニューからビジュアルスタイルを決めます。リアリティを強調したい場合はリアリスティックと iPhone、 写真の綺麗さを重視する場合はデジタルキャムを選んで、プロンプトをより充実に反映したい場合はジェネラルを選択しましょう。基本この4つの中から選択してプロンプトを打つイメージです。試しにこちらのプロンプトで写真を生成してみます。めちゃくちゃリアルな写真ですよね。写真のテンプレートもたくさんあります。テンプレートを選択して生成ボタンを押すだけで、めちゃくちゃリアルの写真を素早く生成できます。しかし生成された写真がちょっと惜しいっていう時があると思います。その場合は写真を選択して簡単にテキストを変えて修正することもできます。しかし写真によってはテキストだけで指示を出すのが難しいこともあります。例えばこの写真だと、右下にあるものを消したいんだけど、何て言えばいいかわからないです。そして手も少し不自然で、顔は左を向いてほしいです。このように細かく修正したい場合は、写真の左上にカーソルを置いてエディットをクリックして Draw to Edit を選択します。まず削除したいものを四角で囲んで、テキストツールに切り替えて削除してと入力します。同じやり方で手の方も囲んであげて、コーヒーカップを持っていると入力します。顔も囲んであげて、見てほしい方向に矢印を引いてから左側に向いていると入力します。しばらく待つと、このようにちゃんと指示通りに写真が修正されました。この機能を使えばどんな写真でも思い通りに調整できます。ホーム画面に戻ってイメージを選択してみると、ドロートゥエディットっていうメニューがあります。さらに写真をドラッグ&ドロップして、今回は姿勢を変えてみます。下にある写真アイコンをクリックして、スケッチの写真を載せてあげます。矢印を引っ張ってテキストでこの姿勢にしてくださいと入力してみます。姿勢と一緒に顔の表情まで変わったのは驚きました。かっこいいですよね。次はもう少し複雑なことをしてみます。まず背景となる写真をドラッグ&ドロップして、被写体の宇宙飛行士、パソコン操作をしているイラスト素材、 MacBook の写真を追加します。最後にテキストで宇宙飛行士がピンクの部屋でパソコン操作をしていると書いてあげました。一貫性が完璧ですよね。そしたら上にあるドロートゥビデオに切り替えて動画を作ってみます。男性の方にトマトが飛んできてぶつかるシーンを作りたいので、矢印を引っ張ってテキストでプロンプトを書いてあげます。左下にいろんな動画生成モデルがありますが、Hailuo 2が一番コスパがいいのでおすすめです。次はもう少し複雑なことをしてみます。まず最初に男性が後ろを向くと指示を出して、次に宇宙人が突然壁を壊して出てくると指示を出します。最後ウサギが走ってくると書いてあげて、それぞれ矢印で方向をつけてあげました。予想外にめちゃくちゃキュートな宇宙人が出てきたんですが、ちゃんと指示通りに反映してくれましたね。宇宙人がランダムに出てくるのを避けるためには、ここに写真を1枚添付してあげると解決できます。ヒクスフィールドはリアルな写真生成にも特化してますが、ピンポイントで画像を修正できるのも魅力です。イメージのメニューからエディットイメージを選択するといろんなメニューが出てきますが、個人的にバナナプレイスメントとナノバナナエディットを使えばほとんどの画像は修正できます。まずバナナプレイスメントに写真を添付してあげます。女性が手に持っているカフェラテを塗りつぶして、コカ・コーラの写真を添付してジェネレートを押してみます。変わりましたね。次はヘッドフォンを塗りつぶして、新しい商品の写真も添付してあげます。違和感ないですよね。最後に革ジャケットの写真を添付して、視聴者を見てるとプロンプトで打ってあげました。革ジャケットは試着してくれましたが、目線は相変わらず下ですよね。モデルをバナナプレイスメントからバナナエディットに変えて、女性がカメラを見てると指示を足します。やっと見てくれましたね。ピクスフィールドのビデオのところをクリックしてみると、最強動画生成ツールが揃っています。下の方に各生成AIのテンプレートがあります。写真を添付するだけで簡単に動画を作れますが、ここからは私がいろいろ触ってみておすすめするテンプレートをいくつか紹介します。このテンプレートは建物が写ってる写真に使うと面白い動画が出来上がります。背景と被写体が分離されてる動画に使うとかっこよく消えます。シーダンスモデルはマルチカットシーンを作れるので、車をドライブする写真を1枚添付するだけで、このように一貫性を持って3カットのシーンを作ってくれます。個人的に今回の動画を作りながら一番笑った動画です。リプシンク技能は大きく分けて2つあります。写真を添付して動画にするパターンと、動画を添付して新しい口パク動画を作るパターンです。BEO3 の場合は音声を添付する技能がなかったので、テキストを入れた結果、漢字の読み間違いが多かったので、日本人向きではない気がします。AI が皆さんの画像を分析してて、全く同じ人物を作り出すとしたらば、皆さんは信じられますか？いろいろテストしてみた結果、動画から動画に変えるシンクリプシンク技能が一番自然に口パク動画を作ってくれました。 AI が皆さんの画像を分析して全く同じ人物を作り出すとしたら、皆さんは信じられますか？2番目に写真から動画に変えるクリーンスピックが一番自然でした。 AI が皆さんの画像を分析して全く同じ人物を作り出すとしたら、皆さんは信じられますか？他にも紹介したい機能はたくさんあります。 Google Chrome に HIXField の拡張技能を入れると、 Pinterest で気に入った写真を見つけた時、同じような写真を自分のキャラクターでコピーできる技能があります。そしてフォトスタンプスタジオで自分が持ってる写真をドラッグ&ドロップすると、 HIXField 内にあるテンプレートと組み合わせて新しい写真を作ってくれます。いろんな技能があって混乱すると思いますが、これだけ最後覚えてください。詐欺レベルでリアルな画像を作りたいなら HIXField、 自分のクローンの動画を作りたいなら HIXField、 細かく指示をして写真修正と動画を生成したいなら HIXField。 以上 RKJ ビデオのりょうでした。今回も長い動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。